はい、一言じゃお祈りをさせていただきます。愛する御在天のお父様、この聖なる安息日を感謝いたします。このようにしてまた午後から、今日のテーマについて深く学ぶ機会をお与えくださって感謝いたします。あなた様がどうぞこの学びを祝福しお導きくださり、さらに深く私たちが理解できる力をここにお与えください。愛する救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。はい、それでは今回のテーマはですね、キリスト教がわからないクリスチャンということで、なんかタイトルがすごい謎かけみたいになってますけども、意外にこういうクリスチャンっていると思いませんか？ねえ、多いですよね。クリスチャンって言ってればみんなキリスト教についてね、精通しているかというとそうでもないっていうことですよね。で、今回の学びの中で、一番最初にですね、このイエス様の、ね、話をちょっとしましたけど、イエス様が常にこういう立場にあったと。これ周り囲んでるのはこれ誰ですか？ユダヤ教指導者たちにいつも囲まれていて、そして、あることをいつも問われていたというね。で、そのあることというのが、あなたは何の権威によって民衆を教えているのかという質問をいつも投げかけられていたわけですよね。で、もちろん彼らも宗教指導者なので、教えるわけですよ。で、イエス様も教えるわけですよね。で、ここでそれぞれのその権威の違いについて、自分たちにも権威があると。で、自分たちの権威を彼らは守ろうとしていたわけですね。で、こういう、自分たちの権威にしがみつくといいますか、ね、これ権威主義といいますけどね、この権威主義の弊害についてですね、今日は皆さんとご一緒に考えたわけですね。で、実際に、こういう、なんて言いますか、権威主義に影響を受けている状態が、このユダヤ人の状態が聖書に出てくるわけですね。で、今日はそのヨハネによる福音書7章のですね、11節から15節ぐらいですね、このあたりのことをちょっと見ていきたいんですけども、ユダヤ人らは祭りの時にあの人はどこにいるのかと言ってイエスを探していた。ちょうどカリオの祭りがあって、で、イエス様もそれにね、参加しているということで、探していたと。で、なぜかというと、この群衆の中にイエスについていろいろと噂が立ったと。で、その噂が何かというと、イエス様のことをある人々はあれは良い人だと言い、他の人はあれは群衆を惑わしていると言った。良い人というのは何て言いますか、正しいことを教えているという意味での良い人ですね。で、群衆を惑わしていると言ったっていうのは、これ偽教師ということでね。だからイエス様が本物の教師なのか偽教師なのかっていうところで、いろんな噂もあったし、それをこの論じていたっていうことですね。だから混乱が生じてるんですよ。で、実際にイエス様がこの祭りも半ばになった頃にですね、宮に登ってイエス様を教え始められたと。すると、その教えを聞いたユダヤ人たちは驚いているんですね。その教えを聞いたときに、この人は学問をしたこともないのにどうして律法の知識を持っているのだろうという、ね、この学問をしたことがないのにっていうことをね、はい、これは今で言うと進学校出てないのにとか、ね、そういうことですよね。イエス様も、ラビについてね、この学んだこともないのにとか、ないくせにとか、そういう感じになるかと思うんですね。だけど、言ってることがその律法の知識っていうことは分かるわけですよ、彼らも。だってイエス様が語ることって非常に心に訴えかけるものがあったんですよ、ね。真理だからね、はい。で、これを見たら分かるように、本当にその、権威主義というものは混乱をきたすということですね。教えが右から左にもういろいろあるということですよ。で、なぜその、
まあ、教えがねそんなに右か左にぶれるかということなんですけど、実はその一般的にまず権威というものですね、権威というものが、まあ、どのようにしてこう定められるかっていうことを考えたら分かるんですね。まあ、権威ってこうある権威者がいて、人間の権威者がいて、その権威者が、まあ、自分の影響とか自分たちの影響力を守るための一つの手段として権威というものを打ち立てておいて、そしてその権威によって全てをこう自分たちの思い通りにするというね、まあ、そういうこれあの、まあ、厳密に考えたらそうなんですけど、まあ、ちょっと分かりやすい一つの例として、分かりやすいかもっと分かりづらいかちょっと分かんないんですけど、こういう話をしましたね。はい、お好み焼き検定っていう話をしましたけど、僕は初めて知ったんです、こういう検定があるのね。これを、まあ、この権威を立てた日本お好み焼き協会という団体があるっていうんですね。でこの団体がこれ主催して実施している検定であると、ね、おそらく、まあ、本当にお好み焼きのお好み焼きの良さを広く全国に知らしめるという目的で多分これは設立されたと思う。こういう教会っていうのはね、お好み焼き教会、これ教会ってあのキリスト教会と違う教会ですよ、協力の教ですからね。あの協力の教会ですね、日本お好み焼き教会ですね。まあ、この団体がこれに権威を与えて、まあ、検定という形で権威を与えて、ね、だから、まあ、この権威というのはあるそれをこう与える人たちが絶対いるという、それが人間であるということを、まあ、僕は言いたかったんですね。で大体それ与える人たちっていうのはこの分野での中心的な役割を担っている人たちであるということですね。はい、でどうですか、あのこれ、まあ、もしこれがですね周知されて世の中にもこれがすごいもう広まってですね、この検定に通らないとお好み焼き焼いちゃいけないとか、そこまでなったらすごい権威ですよね、これって。でそこまでなったらもう本当にブランド的なですね効果が期待できるんですね。はい、で一方、まあ、私自身が植木職人をしていた頃ですね、まあ、この植木職人という分野ではこういう検定っていうのが、まあ、僕のいたっていうか、そういう仕事をしている10年以上前ですか、その時はそういう植木職人に関しての検定みたいなものってなかった。今はちょっと分かんないんですけど、あるかもしれないですけど、まあ、誰かが建てたらできるかもしれないんだけどね、まあ、つまりそういうものはなかったから、まあ、私も普通にお客さんのお庭で仕事をしてたら、ね、例えば私のところに来て、そんな技術どこで学んだんですかとか、どこで修行されてんですか、されたんですかという、そういう話は一切なかったんですよ。だからもう権威も何もないから、ただね、その私の仕事っぷりを見て、そして最終的に仕上がったそれに満足するかどうかっていうだけなんですよ。だから結果ですよね。で結果に満足された方がリピーターとして私にその仕事をまた依頼してくるというだけなんですよね。だから結果が全てという世界がそこにあるわけですよね。だからここで権威主義の、まあ、こういう権威とそして結果が全てというこの2つの、まあ、スタイルタイプがあるということですね。ところでそのキリスト教の場合はどちらが求められているかっていうところなんですよね、はい、権威でしょうか、それとも結果でしょうかと、どちらが求められていると思うかっていうね。で聖書は要するにキリスト教の真理というものは、まあ、ざっくり言うともう結果というのが出るはずなんですよ。罪から救われているという結果ですよ。救われているって言ったのは、ね、救われている経験をすることがキリスト教なんですよ。真理ですよね。だから救われるというのはどういうことかっていうと、まあ、罪という問題を私たち抱えているので、その問題に変化が出てくる、罪に対して、まあ、私たちが勝利できるようになってくる、これが結果ですよね。それをキリスト教に、まあ、求める人と、それよりももっと大切なものがあると思って、どこであなたは進学校どこで出たんですかとか、
そういうことをねやっぱり気にする方もおられるので、まあ、実は多くのクリスチャンがキリスト教の中に、まあ、この権威が必要だと思っている人も多いんではないですかということなんですね。で実際に例えば、まあ、何々のどこの神学者がこう言っているとかね、あの YouTube のこの牧師がこう言っているとかね、まあ、そういうことであのキリスト教というのを理解していませんかというところからの今日は投げかけなんですね。はい。しかしその私たちが忘れてはならないことは、まあ、これにしてもですね、権威というものの出どころがどこかということですよね、まあ、出どころは人間だということですね。その権威がね、はい、権威主義の権威のことですよ、ね、でもあのもしそういう人間レベルの権威に、まあ、価値を見出してそれを追い求めていくクリスチャンライフをもし私たちがね歩んでいるならばどうなるかっていうことですよね。まあ、先ほど読んだように、まあ、イエス様の教えを聞いてもあれ偽教師だって言っちゃうぐらい混乱してるんですよ。相当混乱してますよね。これってイエス様の話聞いてわからないっていう偽教師だってよく言うなと思うんですけど、それぐらいわからなくなるっていうことですよね。でイエス様がまあ、そういう状況の人たちに対して言われた言葉っていうのが、ヨハネの7章の16節から18節ですね、まあ、これをちょっと読んでみましょうね。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私自身の教えではなく私を使わされた方の教えである。私を使わされた方ってこれ誰ですか？父なる神様ですね。神の御心を行おうと思うものであれば誰でも私の語っているこの教えが神からのものかそれとも私自身から出たものか分かるであろう。自分から出たことを語る者は自分の栄光を求めるが自分を使わされた方の栄光を求める者は真実であってその人のうちには偽りがないと、まあ、一つのここでイエス様がねご自分の、まあ、あなたは何の権威によってこの教えやってるのかっていう質問に対してもご自分の立場ですね。私の教えは私自身の教えではなく私を使わされた父なる神様の教えであるということを明らかにされました。これは真理のこの出どころが父なる神様であるということをイエス様は宣言されたわけですね。そしてまあその語っていることが父なる神様の教えである限りはそれは人間の権威ではなくて父なる神様の権威によって語っていることになるということですね。まあ、そこに人間の教えが入ってくるともう瞬く間にこれは権威主義に陥るわけですね。まあ、だから人間の混ぜ物が入ってくるということですね。でこういうことをちょっと考えたときにですね、本当にそのキリスト教会の中にも、まあ、権威主義というものがね入ってきていて、まあ、本当にその語られるメッセージ自体に耳を傾けるよりもまず気になることがあるっていうんですよ、ね、今語っているこの人ってどこの、ね、どこで学んだ人なのかとかいろいろそういう経歴とかですねそういうものが気になってくる人がいるわけですね。で冒頭でちょっと触れましたけど私一切経歴ありませんので全く進学校も出てませんし、ただ神様に聖書が分かるように教えてくださいというね、まあ、祈りを這いつくばって本気になってお祈りしたというだけです、はい。まあ、なぜかというと聖書が全く分からない状態で教会で働くことになってしまったというね、まあ、現場にいきなり入れられたそういう立場です。本当に現場で鍛えられたというか、まあ、教会に育てられたということですよね、はい。そして神様はまあ、私にですねまあ、そういう理解をお与えくださって、まあ、今日に至るわけですけれども、はい。ただそのあんまりにもやはりそういうねキリスト教において権威に関心がある人っていうのはやっぱりその奥にあるメッセージ性に手が届かないっていうかですね、
で、その権威っていうのはもうここかしこにあるんですよ。インターネット上では特にそうですよね。で、どうですか皆さん、インターネット上で権威がありそうな、まあ、牧師さんの話っていうのはどこで皆さん分かると思います？ YouTube とかでもしいろんな話をね、牧師さんするけど、あ、この先生権威があるかどうかっていうのはその内容で区別しますか、それとも登録者数で区別しますか？登録者数。おそらくそうでしょうね。大体そういう世界なんですよね。 YouTube って大体登録者数で上位が決まるっていうね、はい、ですのでそういうところでね、やっぱりじゃあ登録者数が多い牧師さんの話は真実であるって思いがちであると、ね、あ、そうではないっていうことですよね。はい、まあ、そしてね、そういう権威主義っていうのが本当にその心の奥底に真理が触れることがないっていうのは見るとこが違うからですよね。まあ、表面的な入り口のところばっかり見て入ろうとしないようなもんであってですね、はい、で この入り口、このドアを開けて入っていいかどうかっていうところでもう躊躇して、でも周りから入らん方がいいよっていういろんな意見が聞こえてきて、ね、あれ偽教師の教えだから入らない方がいいよって言ったらもうそこで入らなくなるわけですよね。その声が正しいかどうかっていうことですよね。はい、まあ、このことに関してですね、まあ、真理を知るということはその、まあ、神学を頭で勉強して理解するということではない、これは心の問題であるっていうふうにイエス様がおっしゃったわけですね。ちょっとそのあたりを確認してみましょうね。真理を感知し認識することは頭よりも心の問題であるとイエスは言われた。はい、頭よりも心の問題っていうのは神学という学問という、まあ、頭で理解する学問レベルのことではなくて心の道徳的レベルの問題であるということですね。で、真理はどこで理解するか、頭じゃなくて魂に受け入れられねばならないって書いてあって、だから真理を理解するっていうのは心にその真理が入るか入らないかっていうレベルなんですよ。これ霊的なことですよね。そして忘れてはならないのがですね、意思の服従を要求するっていうところがちょっとポイントだと思うんです。意思の服従、だから真理を受け入れるっていうことはそこに意思の服従っていうものも必要であるっていうんです。だからこれ頭の問題じゃなくて、先ほど心の問題と言ったのはその心の、ね、道徳的な霊的な問題っていうのはここに関わってくるわけですね。それらを受け入れるのに、まあ、これをね、意思の服従を要求するんだけども、その真理を理性だけで納得することができたら、まあ、理性っていうのは、まあ、精霊が働きかける部分ですね、はい、まあ、ある意味正しいものを選択していく、ま、混ぜ物がない本来理性っていうのはそういう精霊が働きかけて純粋に私たちが選ぶ意思の部分理性ですけど、それだけでもし私たちが真理を受け入れるんだったら誇りは邪魔にならない。誇りっていうのは逆にその真理を拒絶しようとする自我の部分ですね。プライドだったら自我の部分ね、はい、だから理性だけであるんだったらいいんだけど、残念ながら私たちは理性だけではなくて誇り自我の影響力もあるので、なかなか真理を理解するのは難しい状態であると。しかし真理は心の内における恵みの働きを通して受け入れられるのである。ここにね、その真理を心の内における恵みの働きを通して私たちが受け入れるとある。で、その受け入れる方法が神の御霊によって示される一切の罪を放棄することにかかっていると書いてあるので、真理を理解することに私たちの罪との関わり方が関係してくるっていうことが分かりますか。つまり罪の問題を取っ払って無関心でその真理を理解しようとしても、それは全然この理解できないっていうことです。まあ、言い換えれば罪の問題ありきで真理っていうのは理解できるようになるっていうことなんですよ。で、その罪の問題ありきっていうのは罪を放棄するという方向性で、
だから罪を守ろう、擁護するという方向性で、真理を理解するのではなくて、罪を捨て去る、罪から離れるという方向性で私たちは真理を理解できるようになるということですね。はい、だからこれは真理は魂に受け入れられなければならないと言われているのは、その道徳的な霊的なことを含んでいるからです。そしてそこには罪に関しての、まあ、意思の服従、まあ、罪を捨て去るというね、そういう服従を要求するということですね。はい、でこれをはっきりとですね、まあ、今皆さんとちょっと考えたんですけども、このことをもっとはっきりとこう書いてある部分があって、これですね、はい、これもっとはっきり書いてありますね。真理を受け入れるように心が開かれること、そして真理の原則に反する一切の習慣と行為を良心的にやめるのでなければ、人はどんなに真理の知識を得ることのできる恵まれた立場にあっても、それは何にも役に立たないと。まあ、例えば教会指導者、私のようにこう礼拝のお話をするとか聖書研究をするという、まあ、これは真理の知識を得ることのできる恵まれた立場にあるかと思います。常に御言葉に囲まれているのでね。だったとしても、もし真理の原則に反する一切の習慣行為、まあ、つまり罪に属する習慣行為を良心的にやめるのでなければ何の役にも立たないと。真理はつまり指導者であっても理解できないということですね。でここね、ポイントは良心的にやめるというところだと思います。いやいやながらやめるっていう、まあ確かに戦いではあるんだけど、結果的に良心的にやめるようになっていくのがまさに真理だと思いますね。結果的にこう変えられていくからですね。まあ最初は歯を食いしばるかもしれないけどね。だけど神の助けによって、ね、まあ、ここに神の御心をまず知ること、そして知った時にそれを、何を神が望んでおられるかが分かった時にそれを行いたいという真面目な願いが心に湧き起こる。そして、神に屈服しようとして、そういうふうに歩む人たち、こういう人たちに何て書いてあります？真理は彼らを救う神の力として示されるって書いてあるから、罪の問題に対処しているうちに、ね、良心的にそういう一切の習慣行為をやめれるようになるという、まあ、そのような神の罪から私たちを救う力、これが真理だって書いてあるんですね。でそれを経験した人たちは、神のために語っている人とただ自分の考えで語っている人、まあ、つまり誠の教師と偽教師を区別することができるようになるって書いてるんですよ。なぜかというと、この人は真理を知ったからですよ。真理を知っている人は、その人が語っている、今目の前で語っている人が話している内容が真理かどうかを自分の体験によって知ってるわけですよ。自分が罪に勝利できるようになったというその証を彼も持ってて、内容が同じ内容か、それによって真理かどうかをね、こう区別することができると。逆を言えば、真理を持っていなければそれを区別できないので、周りの人がこの人偽教師と言ったら偽教師に見えちゃうっていうことですよね。これですので とってもね、やっぱりこのあたりのことを、まあ、私たちは頭の中をね、こう整理しなくちゃならないかと思いますね。で実際にですね、まあ、多くの人がね、その権威主義に陥って真理を理解できない一つの理由っていうのは、その権威主義っていうのはやっぱり出どころがどこでしたっけ？権威主義の出どころは、まあ、人間ですよね。要するにね、人間から権威主義っていうのはこう生まれてきたものですから、だからそこにはまあ、先ほどね、真理を得るっていうのは一切のその真理に反する、まあ、罪に属するものを
捨てるところから始まるって書いてあったけど、出どころが人間なので、これ捨てなくてもいいよみたいな混ぜ物が入ってるってことなんですよ。だから基本的にはまあモーセの戒めを掲げていても、ある時にはね、まあ、自分たちの都合によってそれを守らなくてもいい部分があるようなことを権威が言うわけですよ、ね。まあ、だから言うならば、ある部分において自分たちの都合がいいような罪を擁護するような混ぜ物がその権威のね、定めたものの中に入ってくるので、権威主義に傾倒していると、本当に先ほどね、そういう真理に反するものを捨てる方向で真理を得ていくんだけど、捨てる必要性を感じなくなるので。だって権威主義の中にはこういう場合は捨てなくていいよ。例えば当時のユダヤ教指導者がイエス様殺してもいいと思ってたんですよ。本当にモーセの戒めを彼ら守ってるって自分で言ってたけど、イエス様は殺していいと。これって都合がいいですよね。こういうことが起きるわけですね。だからイエス様はそのことを言ったんですよ。あ、これですよね。7章の19節をですね、読んでみると、モーセはあなた方に律法を与えたではないか。それなのにあなた方のうちにはその律法を行う者が一人もいない。まあ、つまり殺してはならないという、ね、この律法があるにもかかわらず、あなた方はなぜ私を殺そうと思っているのかって。神が定めた、まあ、律法の権威というものがあるわけですよ、聖書の中にはね。で、私たちはそれを認めるべきだと、多くのものが認めるべきだというし、この多分当時のユダヤ教の指導者の人たちもこの権威は認めるべきだって言っていたはずです。でもイエス様を殺そうとなってるわけですよ。人間の混ぜ物が入っている、これが権威主義の、ね、状態であるということですね。で、このことって、まあ、イエス様の当時のとこからこういう問題はあったんですが、私たちの時代にもね、いろいろな分野でこれがあるわけですよ。いろんな分野でね、まあ、その中の一つの分野として安息日の問題があるわけですね。まあ、第4条の安息日を性別するという部分ですね。で、実際に、まあ、この安息日を性別するということを、まあ、どれほど私たちが神のこの権威に従っているか、それとも私たちのね、まあ、権威者と崇めるそういう教会指導者の教えに従っているか、なんかあるね、教会の人たちは、まあ、安息日は土曜日でしょって分かってますよって、でも日曜日に人が集まるじゃないですかと、だから私たちは日曜日礼拝してるんですよっていう人もいるぐらいですから、ね、それっていうのは、まあ、人間の都合じゃないですか、ね、はい。まあ、そういうレベルもあれば、もういろんなレベルがある。そして安息日を守ってると思っている中でもいろんなレベルがある。このいろんなレベルがあることが問題なんですよ。人間の権威主義の中である先生がこう言ったから、それは OK だってなっちゃうからですね。はい。で、まあ、今日は礼拝の中でですね、まあ、一つのお話をしましたね。私も15年ほど前まで、まあ、権威主義に陥っていたと。で、なかなかこれ抜けなかったんですよ。で、やっぱりその私も幼少期からね、やっぱり教会で育ってきたっていうのもあるので、まあ、牧師の権威に盲目的に従うっていうね、これはもう当たり前に教育されてきたと。そして日本社会がやっぱ縦社会であって、ね、私たちのこのイメージ、教会の中でのイメージっていうのは、まあ、縦社会の日本のこの縦社会と同じようにピラミッドがこう上に行けば細くなっていくようなイメージが私たちの教会内でのイメージだと思うんですよ。はっきり言ってこれ間違ってるんですけど、世の中がそうですよね。上に行けば役職がつく人たちがいて、だんだんこれ人数少なくなってきて、代表取締役がこう一番上にいてですね、まあ、社長とかね、そういう人たち、役職がつく人たちが上の方に行って、だんだんこうして下の方は、まあ、平社員といいますかね。で、これをそのまま教会に持ってきてですね、そしてまあ、普通の一般信徒とね、で、だんだんこう役職がこうね、まあ、羊とか長老とか牧師とかこうついてこうなって、また教区長教団とかこうなって、世界総会とかこうだんだんこう上に高くなっていくわけですね。で、これ全部逆なんですよ。本当はこうじゃなくて逆三角形ですね。逆三角形ですね。一番上に神様がおられて、で、この神様と一番近い関係にあるのは信徒一人一人が
一番近い関係にないといけないので、三角形の逆のこの、まあ、今まで底辺とされていた一人一人ですよね、信徒の一人一人が一番上で神様とつながる。でこの信徒を支える教会の役職ですよね、羊だったり長老だったり、そしてそれを支える牧師だったり、だんだんこうなってきますね。牧師たちを支える教区、ね、教区を支える教団だったり、ね、で最終的にはこれ世界総会が全てを支える、支えるための三角形、これが聖書の教えなので本当は逆になってるんですね。でも私も長らくこの普通のピラミッドの縦社会のあれに習って、まあ、盲目的にですねこの権威主義に従っていたというお話をしたかと思います。まあね、その失敗を通してですね、まあ、私も本当に過ちを犯してしまったんですけれども、まあ、しかしねそれに気がつくようになっていったわけですね。でその気がつくようになっていった理由として、まあ、私は牧師から学ばなくなったわけですね。神様から直接学ぶようになったと。どんなしていくかというと、もう聖書とそして証の文だけで学ぶようになりました。まあ、そこには必ず祈りが必要ですし、聖霊の導きも必要でした。今でもそうですね。そのようにして私は神様から教えられていますので、まあ、私的にはですね、どこか神学校出ておりませんけども、まあ、毎安息日ごとにここに立ちなさいと神様に言われていますので、そういう神様のご命令にただ従っているだけですので、まあ、あなたの働きはもうそこで終わりですよって言われた時には、はいって言って私は退いてですね、まあ、そこから山の仕事に専念しようかと思ってますからね。はい。まあ、実際にだからね、まあ、イエス様の時代のパリサイ人も自分たち の, この権威を守るためにね、この権威を振りかざして権威主義を利用していた部分もあると、ね。まあ、このことがですねパリサイ人は彼らの意思を神の御心の側に置かなかった。彼らは真理を知ろうと努めないで、これを言い逃れる何らかの口実を探そうとしていた。だから彼らはキリストの教えがわからないのだとキリストは示された。キリストは今誠の教師と欺瞞者とを区別する方法をお示しになった。ここに書いてあるように、まあ、パリサイ人は、まあ、自分たちが権威を、ね、定めている立場でもあったのでね、やっぱイエス様の教えを聞いたときに、やっぱイエス様の教えによって捨てるべきものが出てきたわけです、彼らの中にも、ね、だけどそれ捨てたくなかったわけですよね。だからそれを言い逃れるためにはイエス様が間違ってるっていう方向にするしかないんですよ。でイエス様が間違ってるっていう方向をね、彼らが必死に理由を探している状態があります。例えばヨハネによる福音書、今開けてる7章の20節ですね、まあ、これ全然イエス様に太刀打ちできないわけですよ。真理だからね、真理だから太刀打ちできないけども拒絶感が出てる、最終的な拒絶感の時に言う言葉ですよね。7章20節何と書いてあるかというと、群衆は答えた、あなたは悪霊に取り憑かれている、誰があなたを殺そうと思っているものか。まあこんなこと言ってね、もうこれで全部終わりにしようと思ってるけど、いや終わりにならないですよねそうですね、はい。まあ、こうしてねやっぱり拒絶感が出てしまうわけですね。絶対にその真理に従いたくないというね、はい。まあ、ところでその、まあ、ここにね誠の教師と欺瞞者というのは偽教師ね、まあ、そういう話がねちょっと今日も朝出てきましたけど、午前中ね、まあ、私がちょっと偽教師と言われているという話をしましたけどインターネット上でね、はい。まあ、その理由を一つにですね、まあ、その理由の一つじゃなくてその理由にですね、私がこの聖書の御言葉と一緒に、まあ、こういうエレン・ホワイトに神様が託されたメッセージを引用しているということがその理由だとされています。しかし、まあ、私が今回の話もそうですけど、もうがっつりとこれ使っているわけですけど、なぜ、まあ、偽教師呼ばわりされてもなおですね、まあ、今回もそうですけどもこれを使い続けるか、
その理由なんですけども、まあ、安息日ごとにですね、まあ、私をこの場に立たせてくださる神様が今一番皆さんに伝えたいメッセージがここにあると私は信じてるんです。もちろんだからそれは聖書の中からその話をね私は引き出すんですけど、その聖書の中からそのさらにこの分かりやすいようにですね、まあ、教訓として分かりやすい教訓ですよね、こういうのっていうのは具体的ですからね、今それを伝えるべき必要性を私は感じて、この聖書の御言葉の中にこのことを皆さんには神様は投げかけたいんだということを私は信じていますので、それでまあこういう立場を取り続けているわけですね。で、まあ実際に私もこういう聖書を読みながらね、聖書を学びながら、そしてその聖書を補足する仲介していく、まあ、その証の文を読みながら私はこの聖書の理解を深めていった中で、ああ自分が権威主義の中にいるなっていうことに気がついたんです、私自身もね。そして、そこから私はまあ脱却するようになっていきましたので、まあ今はですね、まあ、私が一番恐れているのはですね、まあ、そういう教会権威は私はもう恐れてないんだけど、まあ、いつ自分の中にですね、今度は自分の中に権威が立ちそうで、これが怖いわけですね。だからそれは注意しないといけないとこなので、まあ、それはもう私の課題ではあるんですけども、まあ、ちょうどその中でね、先週私は沖縄の方に行きましたけども、まあ、先祖清算式をですね、まあ、沖縄のカリオ教会の皆さんとご一緒に、まあ、するために出張礼拝をしたということですが、まあ、そこでですね、まあ、ある重大なミスを犯してしまったという話がありましたけども、まあ、この今着てるこのカッターシャツですよ、これを僕忘れたんですよね、スーツケースに入れ忘れて、で今これ長袖なんですけど、沖縄って暑いですから半袖にしようか長袖にしようかってこうずっと悩んでたんですよ、ね、でもやっぱ沖縄でも暑いけどやっぱ皆さんの前でちゃんとしないといけないと、長袖にしようって思ったとこまでは記憶してるんだけど、それを入れた記憶が一切ないんですよね。でそれに気がついたのが安息日の朝であって、8時半ぐらいですか、その時の僕 のショックですよね、ショックですよ。ハンガーにかけてもバッチリこう明日これ着るんだっていうことでハンガーにかけてるんですけど、見たらなんか寂しいんですよね。いつもよりもちょっと寂しくて、ネクタイも一応かかってるんですよ。それ見た時に何かの間違いかと思いましたけど、はい、でももう仕方ないですよね、まあ、その時に、まあ、私の心の中でね、まあ、2つの思いが湧き起こったっていうことを皆さんと話しましたね、まあ、ちょっとここでその2つのことを見てみたいと思いますけどね、まあ、これ聖餐式なので、まあ、完全な格好で皆さんの前に立つべきでしょうっていう思いがまずあったんですよ、私の中でね。で今も8時半だけど、もうちょっとしたらこれ9時過ぎたらもうお店開き始めるから、まあ、どっかでシャツだけ買って、でそれ着て聖餐式を全うすれば、まあ、安息日であっても問題ないよという、ね、一つそういう思いがありました。でもう一つは、今日は安息日なのでカッターシャツ買うことをやめようと、自分の落ち度であることを認めて、まあ、不完全な格好のことをカリオ教会の皆さんの前に謝罪して、そして許していただいた上で聖餐式を最後まで全うしようというこの2つの思いですね。まあ分かりやすく言うと、カッターシャツ着るか着ないかっていうね。でその着るためには安息日にそれを買いに行かなくちゃならないっていうね。でここでその安息日にね、買うか買わないかっていうレベルでちょっと僕悩んでるんですけど、これちょっとなかなか説明しないと分からないと思うんですよ。なんで言ってりゃいいじゃんっていうのがほとんどかもしれないんだけどね、一つですね、皆さんと確認したいところがあるんです。ネヘミヤ記ですね、ネヘミヤ記をちょっと開いていただいて、ネヘミヤ記の13章、このネヘミヤっていう人はですね、徹底的な改革をした人なんですね。で徹底的な改革っていうのは、まあ、神様を立法をないがしろにしてバビロン捕囚になってしまって、ね、ユダヤ人たちが、そして、まあ、70年という時を経てもう一度帰ってきて、それからエルサレムの町を再建してね、まあ、神殿も
再建してっていう、まあ、そういう改革をする上で彼が神様によって建てられた人ですよね。だから彼の改革は私たちの模範なんですよ。私たちが改革すべきことと同じことを彼も改革してるわけですね。でその中で安息日のことが出てくるんですね。で13章の15節あたりからちょっと読んでみたいと思います。これちょっとあの前には出てこないんですけど、皆さんそれぞれ開いていただいてですね、ネヘミヤ記の13章の15節からちょっと読んでみると、この頃私はユダのうちで安息日に裂け舟を踏む者、麦束を持ってきてロバに負わす者、またブドウ酒、ブドウ、イチジクおよびさまざまの実を安息日にエルサレムに運ぶ入れる者を見たので、私は彼らが食物を売っていたその日に彼らを戒めたと。ネヘミヤが改革しているときに安息日にふと見たら商売がされていたと、売り買いがそこでされていたっていうんですね。で普通の仕事のように酒舟踏んだりとかね、あのブドウ酒とかいろいろ持ってきて売ろうとしていたわけですね。で戒めたって書いてあるからそれ問題だっていうふうに彼は言ったんですよ。そして16節を見ると、そこに住んでいたツロの人々もまた魚およびさまざまの品物を持ってきて安息日にユダの人々に売りエルサレムで商売したと書いてあるので、安息日に商売しているのを目の当たりにしたんですネヘミヤが。でこれって政府かどうかですよね。神様の原則によったら、まあ、17節を見ると、そこで私はユダのたっとい人々を責めていった。あなた方はなぜこの悪事を行って安息日を汚すのかって書いてあるんです。つまり安息日を汚すっていうのは、まあ、教会に行かないとか、ね、安息日を無視するっていうことだけじゃなくて、たとえ安息日を守っている中であっても、まあ、そこでここに書いてあるように、まあ、何かこう売り買いをするようなね、まあ、商売としてやるようなね、まあ、そういう部分がここで責められている部分を見たわけですね。で18節、あなた方の先祖もこのように行ったので、我々の神はこのすべての災いを我々とこの町に下されたではないか。ところがあなた方は安息日を汚してさらに大いなる怒りをイスラエルの上に招くのである。そこで安息日の前にエルサレムの諸々の門が暗くなり始めた時、私は命じてその扉を閉じさせ、安息日が終わるまでこれを開いてはならないと命じ、私のしもべ数人を門に置いて安息日に荷を携え入れさせないようにした。まあ、つまり物理的に商売できないように門を閉じたっていうんですよ。でこれを見た時に、なんでそこまでやるのと、ね、土曜日ってチャンスじゃんってみんな思ったと思うんですよ。だけど彼は神様の御前に徹底的に改革をする必要性を感じてて、今までその辺がなあなあで、ね、緩かったのでこんな状況になってるじゃないかと入り口になるわけですよ。そこが最初の、ね、だから最初の入り口を彼は閉じたわけですよ、はい。でこれはあの、まあ、私がね先ほどこの悩んだこの内容もそこまで悩まなくていいって思う人もいるかもしれませんけど、まあ、私も改革を試みているものですので、まあ、ネヘミヤと同じ改革を私の中で感じてるんです。私の中での、ね、原則、神様の原則に反する汚れた思いとか罪に属する習慣行為、こういうものを私は排除する必要性を感じている、ね、もちろんこれは捨てされていないのもまだたくさんあります。私も弱いものですからね。でも弱いことを言い訳にしたくないんですよ。やっぱり原則を、ね、あの知ってしまったので、その原則を守って行きたいっていう思いがあったので、守っていきたいからこういうことで悩んでるわけですよ、ね、はい。だからまあ人によっては別にいいんじゃないっていう人もいると思うので、まあ、それはその方の考えだから僕は、ね、まあ、特に言わないんですけど、僕の中ではそういう改革を必要性を感じていたので、それであの、まあ、
カッターシャツ、自分の落ち度のことを謝って、そして、またそれを許してくださる方だっていうのもね、僕の中でも信じてたら分かってたんですよね。そういう家族みたいなもんですからね。だからごめんなさいって言って僕が頭下げたらね、本当に笑って許してくださる方々ですので、正直にお話しして、そしてもう私は T シャツの上にジャケットを着てですね、それで登場したわけですね。まあ今風に見えたらしいですよ、最初見たらね。今の若い人ってそんな感じらしいですよね。ネクタイ外して、はい、だからね、そうして私の謝罪をですね、快く受け入れてくださって、私はその格好で安息日を皆さんとね、ご一緒に過ごすことができたんですけど、まあちょっとそういう背景に今ネヘミヤ書で読んだね原則がありまして、もう一つね、安息日に関して、この安息日の過ごし方に関して、まあ何回もこれ私もね開いてますけども、イザヤ書の58章ですね。58章の13節14節ちょっと開いていただいてですね、はい、イザヤ書58章の13節14節お読みしますね。もし安息日にあなたの足をとどめ、我が誠実にあなたの楽しみをなさず、安息日を喜びの日と呼び、主の誠実を尊ぶべき日と唱え、これを尊んで己が道を行わず、己が楽しみを求めず、虚しい言葉を語らないならば、その時あなたは主によって喜びを得、私はあなたに地の高いところを乗り通らせ、あなたの先祖ヤコブの修行をもってあなたを養う。これは主の口から語られたものである。先ほどのネヘミヤの改革は実はここにつながるんですよ。っていうのが、安息日を守っていたら最後何と書いてありました？私はあなたを養うって。だから商売を安息日にしなくても、安息日守っていたら養うって。でしかもこれお墨付きですよ。これは最後なんて書いてある？これは主の口から語られたものであるって。土日って稼ぎ時じゃないですか。サービス業だったりね、お店だったら土曜日閉めるって普通は売り上げにかなり影響するはずですよね。ご自分が宣言されたことを神様は必ず実行されるので、安息日に私たちが、ね、仕事を休んでも神は養ってくださる、まあ、私も実際そうでした。飲食店ねやってましたのでね、ビーガンカフェやってた時にも土曜日休みで、まあ、お客さんから聞かれましたもんね。なんで土曜日休みなの、稼ぎ時なのにって、まあ、安息日の話しましたけどね、その時お客さんにね、はい、まあ、そういう証しをすることもできますけどね、はい。で、まあ、ここにもね、我が誠実にあなたの楽しみをなさずって書いてあるから、やっぱりその私たちの安息日の過ごし方の中に、まあね、そのあなたの楽しみっていうのは、これは普段できる私たちの、まあ、いろんな楽しみが、わざわざ安息日にやんなくていいでしょうっていうね、まあ、でも逆に何でしょう、正しい楽しみ方っていうのは、神と交わる、ね、または兄弟姉妹と交わる、そういう楽しみはもちろんいいと思うけど、あなたの楽しみって書いてありますから、普段私たちがやるような、まあ、そういう楽しみを控えましょうということですね。で、安息日を喜びの日と呼びって、皆さん安息日喜びの日と呼んでますよね。はい、そうですね。やっぱり本当に私たちって安息日から安息日にかけて旅をするようなもんですよ、ね、で旅の中で戦いは生じるし、サタンの罠とか誘惑とかいっぱいあるわけですよね。私たちにとってはもうこの安息日と安息日というのは何でしょうね。皆さん25メートルプール息継ぎなしで泳いだことあります？ありますね、はい、25メートルプールやろうと思ったらできるんですよ。やろうと思ったら慣れるまでは最後ちょっとやばくなるんですけど、だけど先の壁が見えてくると、もうちょっと頑張ろう、もうちょっと頑張ろうっていう風になるんですよ。それが安息日のような感じなんですね、僕にとって。はい、だから安息日に至るまでは戦いですけど、安息日は本当に、まあ、神様によってね励まされ、そして、まあ、そこで休んで、ね、プールの中で立って、はーって息継ぎができるようなね。で今度は折り返しですか、またね、
はい、そういうイメージがあるかと思うんですね。はい、またここに、女が楽しむ求めずの先に虚しい言葉を語らないならばって書いてありますね。安息日に虚しい言葉を語るっていうのはどういうことだと思いますか。まあなんか世俗的なことだったりね。はい、そうですね。まあサタンに栄光を期すような話なんてもってのほかだっていうことですよね。はい、そういうことですね。まあ、もしくは自分に栄光を期すような言葉もそうかもしれないですね。はい、でもそういうね、まあ安息日の過ごし方をもし私たちが実践するならば、その時あなたは主によって喜びを得ると書いてありますね。これ何の喜びだと思いますか。どういう喜びがここにあるでしょうか。まあ、今ここに書いてあるのは本当に神様とどっぷりと交わることができるような方法について書いてありますよね。で、実際に神様とどっぷりと交わった時の喜びだと思うんですよ。で、これっていうのはやっぱりその充実感、安息日の充実感っていうのがあるかと思うんですね。はい、そのあたりはですね、まあ、過ごし方によってここに書いてあるようにですね、一つ一つをこう守っていくことによって私たちはここに書いてある神様の約束を得ることができるということですね。で、またあなたに地の高いところを乗り通らせと書いてありますので、この地の高いところっていう表現もありますよね。まあ、私たちがどういうところを歩んでいるか、安息日に私たちが歩む道っていうのはやはり世俗的ではないという意味では地の高いところでもあると思います。道徳的にね、やっぱり神様に近づける、そのような、まあ、創造の記念日であり、また贖いについて考えるそのような時でもありますので、まあ、世俗から離れるようなね、そういう時間を持つこともできるかと思いますね。そしてあなたの先祖ヤコブの修行をもってあなたを養うというこの約束でこの安息日をね、締めてますので、まあ、神様のこの約束が私たちのその、まあ、権威とならなければならないということですね。で、この権威に従うのか、それとも私自身の考えの権威に従うかっていうところだったんです。で、私の権威っていうのがこの上の部分ですよね。まあ、私の中でやっぱりそのちゃんと、まあ、もちろんちゃんとすべきなんですよ。生産式ですのでね。だけど安息日に先ほどのネヘミヤの原則を、まあ、私の中で破って、それでちゃんとして出たとしても何かやっぱり僕残ると思ったんですよ、心の中にね。それだったらもう自分の非を認めてごめんなさいって謝って、そしてもうそういうものを一切、ね、許していただいた上で本当に安息日を楽しみたいと思ったんです。だから下の丸2番の方をね、私は選んだわけですね。まあ、これは私の中でのことなので、まあ、それぞれの基準があると思います。これはもうだからこれが正しいとか僕は押し付けようとも思ってない、私の中で実際にこういう葛藤があったっていう話だけですね。で、私はでも丸2番を選んでよかったなって思いました。まあ、その理由はもうその許していただいてね、それを話した後はもう普通に安息日を皆さんと過ごせたわけですから、ね。まあね、こういうことを考えたら、まあ、これやっぱり人間の権威と神様の権威なんですよ。実は上の部分はまあ私の中でのこうあるべきだっていう権威だったわけですね。で、下の部分っていうのは、まあ、先ほどのネヘミヤの部分にも見られる神の権威だったわけですね。だから常に私たちはまあその、まあ、真理のこういう原則といいますか、真理の原則の間で、まあ、人間の都合と、これも人間の都合ですよ、私の落ち度をなんとかカバーしようとした、そういうものだったり、これはもういつも私たちの間でね、こう選択をしなければならないことであって、まあ、私たちは時には誤った選択をすることもあるし、まあ、今回は、まあ、私は2番を選べたけど、毎回選べるかどうかはまだ自信もないんですよ、ね。やっぱり事情が事情になってくるとですね、まあ、一番の部分に手が伸びることもあるかもしれないね。で、まあ、その部分はですね、もう本当に分からないですね。断言はできないですから。で、まあね、それが完全に間違いだっていうふうに言えるかどうかっていうのも、これもまたゆっくり考えないといけないこともあるかもしれないですね。はい、だからですね、まあまあ、これ原則突き詰めていけばですね、例えばもう一切お金の売り買いできない、電車が使えないとかね、バスに乗れないとか、まあ、そういうふうになってしまってもまたあれなので、そのあたりはやっぱりこう何でしょう、神様に対しての
ね、この思いでそのあたりをですね考えなくちゃならない。もうこれバチッとこう切ってですね、これはおかしいっていうことも言えないと思うんですよ。それぞれのやっぱり事情もあると思うし、状況もあると、それぞれまた皆さん神様に祈りつつですね、こういう状況が生じた時には祈って、そして、神様から答えをいただいてですね、選んでいければと思いますけども、まあこういうことを分かるようになってきたのが、まあ私の場合ですね、やっぱあの聖書と証の文を読むようになって、こういうことが分かるようになってきたということですのでね、はい、まあその聖書、あの証の文の中にもやっぱり神の権威を高めるようにという教えが当然あるんですよ、ね、ですので、まあ、私は聖書を理解するための方法としてこの証の実を手に取っているというだけであって、でその中に分かりやすいメッセージがあればそれを皆さんに投げかけているというだけなんですけどね。ですので、まあ、このクリスチャンの中でですね、まあ、どういったところにその自分たちの選択の権威を求めるかっていうところをちょっと見ていきたいと、考えていきたいと思ったもんですから、今回そういう話を投げかけたんですね。しかし、まあ、あの多くのクリスチャンがですね、やっぱりあの手が届くとこの権威といいますか、一番手が届くとこの権威っていったら、まずは自分の教会の牧師ですよね、とか、まあ、神学者とか、あとはインターネットの情報とかもそうですかね、まあ、これって簡単に検索してパッと出てきます。でね、上位に出るってことはやっぱりそれだけあの見てる人も多い情報ですから、まあ、そこでまた権威を感じてしまう、ね、それがその選択の根拠になっていませんかということですね。はい、エレン・ホワイトはこう言ってますね。真理の言葉が語られると人々はめったにそれは本当だろうかと尋ねないで、それは誰から支持されているだろうかと尋ねるって。だから内容をこう、その語られた内容をですね、あの吟味するんじゃなくて、その話自体が支持されているかどうかっていうことですよね。だから評価だけを気にしているっていうことですよね。じゃあそれ言うんだったら、イエス様って当時評価されてなかったですからね。そうすると、ね、イエス様の真理っていうのは支持されてなかったからですね、大多数に。そうするとそれは退けられてもったいないですよね。真理届かないわけですよ。だから大衆っていうのはそれを受け入れる人の数で評価する。これはもう、ね、あの確かにこういうものもあの教育されてると思います。例えばアマゾンとか口コミ数とかね、他にもなんかいろんな口コミ数って僕たちやっぱり根拠にするじゃないですか、買う時のね。でそれでね、いろんな口コミ数とか評価、星の数、こういうものでいろんなものを私たちこう右左ね選んでいくので、それを神学的にも当てはめていませんかっていうことなんですね。はい、またその学者や宗教界の指導者たち、まあ、そういう権威者がね、権威者の中に、まあ、今話しているこの話を信じている者がいるかということが、そういう質問が今でも聞かれると。でこれはキリストの時代と同じように、まあ、今日も人々は誠の真理に対して好意を示さない、まあ、つまり真理を拒絶する傾向にあるということですね。まあ、真理って先ほど触れたように捨てるものがいっぱい出てくるんですよ、心の中から、ね、彼らは相変わらず永遠の富をなおざりにして地上の幸福を熱心に求めている。多数の人たちがそれを受け入れようとしないとか、世の偉い人たちや宗教界の指導者たちさえそれを受け入れないということは真理に反対する論拠とはならない。まあ、だから偉い人たちがあのその真理を退けているからこれは真理じゃないって言うんだったら、まさにイエス様の、ね、時代のイエス様の言葉は退けられていたということですね。はい、まあ、でもこういうものに影響を受けない方法が、自分たちで祈って、そしてまあ聖書と証の実を手に取って学ぶということだと私は、まあ、自分の経験から思っているわけですね。なぜかというと、そこには神様が今何を望んでおられるかっていうことが書いてあるんですよ。でそれをまあ読んだ時にね、まあ、それを実践したいっていうふうに私たちは思っていくんですけども、
もちろんその私たちの力でそれを、まあ、実践していくことはね難しいんですけど、だけど神様の助けによって、ね、罪に勝利していき、習慣的な悪い、まあ、罪に属するねいろんな習慣的なものを捨てていって勝利を重ねていくという、この経験自体が真理そのものである、真理を理解することであるということだと思いますね。まあ、これはもうあの私がそう思って言ってるんじゃなくて、まあ、そう書いてあるっていうことですよ、ね、私の考えではありませんから、これはそう書いてあるんですよね。まあ、実際にちょっとそれを読んでみたいと思いますが、こう書いてあります。神は人々が不信を捨てるように強制されない。まあ、先ほどの不信というのはね、まあ、イエス様が誠の教師か偽教師かっていう不信も当時あった、そこには権威主義が関わっていた、ね、で今でもやはり同じように、ね、そういう神のメッセージをこれはどうだああだっていうね、これ不信があるわけですよ。それを神様は強制されないと。実際に彼らの前には光と闇、真理と誤謬がある。どちらを受け入れるかを決定するのは彼ら自身である。人間の心には善と悪とを区別する能力が授けられている。神は人々が衝動的に決定しないで、エレン・ホワイトなんて書いてるかというと、聖句と聖句を比べ重要な証拠によって決定するように計画しておられるって書いてあるから、証しの海だけでいいとも書いてないんですよ。証しの海と聖句は絶対必要ですよ。聖句と聖句を、だから聖書研究のために証しの海があるんですよ。もしユダヤ人が偏見を捨てて書かれている予言をイエスの生活に目立っている事実と比べてみたら、まあユダヤ人はイエス様がその救い主かどうかっていうところでずっと論じてたんですよ。これは私たちが待ち望んでいたメシアかどうかっていうことでずっと論じていた。だって貧しい身なりのね、このイエス様、大工の息子のイエス様、これは自分たちがイメージしているものと違うんですよ。違うんだけども、ね、イエスの生活に目立っている事実、まあ、親切とそして高潔な品性とその様子、ね、彼らは予言とこの卑しいガリラ人の生活のと奉仕における予言の成就との間に美しい調和を認めたのである。だから権威主義にね耳を貸さないで、本当に聖書と聖書、聖句と聖句、予言の言葉と予言の言葉を見比べて、そしてそれをイエス様のこの証と見比べた時には全てが調和しているはずだと。美しい調和というのはそういうことですね。今日も多くの者が昔のユダヤ人と同じように騙されている。宗教教師たちは彼ら自身の理解と言い伝えの光に照らして聖書を読み、先ほど言ったように混ぜ物があるというね、殺してはならないという戒めの中にイエス様は殺していいというああいうのがあったりとか、安息日を守る中にいろいろこれは OK っていうのを、先ほどのね、あのネヘミヤやイザヤ58章の原則と違ってもこの部分は OK って自分でやりたければそういう理解をすることもできる、でそういう教えることもできる、ね、宗教教師たちは彼ら自身のそういった理解と言い伝えの光に照らして聖書を読み、人々は自分で聖書を探って真理が何であるかを自分で判断しようとしない、もう鵜呑みにしてるということですよね。でもその鵜呑みにしてる部分には人間の混ぜ物が入ってませんかっていうことなんですよね。彼らは自分の判断を放棄して自分の魂を指導者たちに任せる、まあ、鵜呑みにするっていうのは永遠の救いに関しての知識を委ねている指導者の言葉に、全くもしそこに偽りが入っていたら神様の律法の基準を満たせない、真理を理解できない、その状態のまま最後まで行きますかっていうことなんですね。神の御言葉を説き、これを教えることは光を行き渡らせるために神がお定めになった方法の一つである。しかし我々はどんな人の教えも聖書に照らして調べてみなければならない。これは神様がおっしゃっていることですよね。
真理を知ってこれに従いたいとの望みを持って、聖書を祈りのうちに研究する者は誰でも神からの光を受ける。彼は聖書を理解する。これポイントだと思います。今日のまとめだと思います。真理を知ってこれに従いたいとの望みを持って、聖書を祈りのうちに研究する者は誰でも神からの光を受けるって書いてあるんです。そして神からの光を受けるというのは真理が理解できるようになるから、彼は聖書を理解するって書いてあるんですね。聖書を理解するっていうのは、まあ、今日ね皆さんと一緒にこうずっと学んできましたけれども、まあ、私たちがまず神様にね、どれほど神の御言葉に御言葉の権威に従う意思があるかですね、私たちの考えの権威ではなく、また私たちが尊敬する指導者の権威ではなく、神の御言葉の権威に私たちはどれほど従えるかっていうところが真理を理解できるかどうかの分かれ目だと思いますね。まあ、私が今回話したこのお話、これはもう全て引用されたものを皆さんに伝えているだけですので、まあ、その引用されたメッセージを、あ、これは今の私に対しての神様からのメッセージだと思ってそれを受け取る方はですね、まあ、おそらく私と同じ経験をすることになると思います。まあ、それはすなわち真理を理解するということだと私は信じています。実際にですね、まあ、私はそういうふうにして真理を理解する人たちを知っています。そして、まあ、そういった方々とはですね、罪に勝利するという経験において一致しているわけですね。ですから、まあ、これから世の中はサタンの軍勢がですね、もう今背後で、ね、このまだ表立ってはないけど、だいぶそれがもう目に見えてきましたけども、しかし背後でかなりもサタンの軍勢がですね、もう強力な軍勢を今こう構築しているのがね、もう少しずつ見えてきてます。一方神様のこの軍勢も今集められなければならない、まあ、そのような出陣の近い時ですので、もちろん神の軍勢というのはこれ14万4千のことです。14万4千の一人となるということが、まあ、私のこのクリスチャンライフのですね、目標でもありますし、まあ、そのために捨てなければならないものがたくさんありますし、そして今奮闘中であります。まだ捨てきれないものもあります。でもこれは捨てなければならないので、まあ、神様がこれを私に捨てさせてくださった時に、また私は深く真理を理解することになると思います。そのようにしてですね、まあ、14万4千の一人となることをですね、お互いに目指していきたいと思っております。はい、ということでお祈りを持ってですね、これ終えたいと思います。じゃあ一言お祈りをさせていただきます。愛するご在天のお父様、今回のテーマはまた、私たちのクリスチャンライフの中で非常に重要なテーマとなりました。私たちは気がつかないうちに、日本の縦社会に育てられ、また教会組織の中で育てられてきましたので、どうしても権威主義に陥ってしまう弱さがあります。しかしイエス様はそのような道に歩まないで済むように原則をはっきりとまた今回示してくださいました。私たちの手にはまた聖書が与えられ、そして神から直接この聖書を深く理解する助けとして、また証の文も与えられております。私たちはこれをしっかりと学ぶ中で、ただあなた様の御言葉の権威に従い、あなた様が望まれることを、あなた様が望まれる方法で全うしていきたいと望んでおります。その力の源はあなた様にあります。どうぞ聖霊様がその証を私たちの生活の上に立ててくださるように、そして私たちの汚れた魂を清めてくださり、そして14万4千の一人として備えさせてくださるようにお願いいたします。この祈りを感謝して、愛する救い主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アメン。はい、ありがとうございました。